配信です。ケントです。じゅんです。ということで、今日ここどこですか？どこ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 、はい、今日ですね、じゅんさんのね、お家にお邪魔しております。はい、ありがとうございます。今ね、忘年会をちょっとしておりまして、そう、はい、でね、じゅんさんのお家ね、ホームジムがあるんですけど、いや、ね、素晴らしい、ね、今本当にもう何杯ぐらいだったの？結構マジで飲んでますね。はい、もうおもてなしをしていただいて、この滑舌をね、はい、聞いていただければ分かると思うんですけど、ちょっと結構いい感じに酔ってます。はい、だいぶね、目もちょっとトロンとしてるんですけど、はい、僕らね、トレーニーなんで、はい、酔っ払った状態でも、目を閉じた状態で、目隠したいでも、ダンベルが何キロか分かると思うんですよ。分かる、全然分かる。ということで、全然分かる。今日の企画は、酔った状態で、はい、ダンベル何キロか分かるか、聞きダンベルをやってください。ルールはそのまま目を閉じた状態でこう持ち上げて、これが何キロかっていうね、はい、やっていきたいと思います。はい、分かるよ。分かるかな。ということで、ダンベル一応、まあ、何キロまで設定できるのかっていうのだけ一応共有しとこうか。そうしましょうか、はい、40まで、40まで、うん、可変で40まで、うん、一番軽いのが7、うん、あ、5か、5か、一番軽いのが5、うん、7、9、11、13、15、18、20、22、25、27、29、32、34からバーッと飛んで、まあ、40まである。まあ、エキロ刻みね。じゃあ、どうしようかな。1人3回やって、一番誤差が高い人が負けみたいな。あ、いいね。僕、メモっとくんで、それでいきます？はい、行きましょう。行きましょう。1発やって、一番誤差が、はい、高い人が負けですね。で、ちょっと目安するためにこれ自体をここに置きましょう。あ、そうですね。はい、一回ちょっと設定しますね。じゃあ、自分をもらって、せーの、よいしょ。足だけ気をつけて。いや、家にこのベンチあるのがすごい。違う、重量物なんだよ。はい、これ1個で見えてる？見えてないね。どうしよう、もっと話したい。あ、これをいいんじゃない、もうちょっと下げます。未編集なんでノーカットでお送りしております。ノーカットなのこれ。ノーカットでお送りします。はい、見えてる。あ、いいね。もう本人がこう分かる。これでいいんじゃない。あの、ダンベルをちょっとこの気持ちにして顔だけちょっと全然、うん、OK、 こんな感じ。目隠しはサッシュですか？サッシュね、ジュンさんのね、サッシュがありますからね。目隠しどうしますか？目隠し、あ、じゃあ、1人が、3人いるから、1人がこうやって、OK、だーそれはいいかも。よし、じゃあ、じゃんけん順番決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、勝ちました。1番目。1番、最初はグー、じゃんけんぽい。2番目、ジュンさん。3人取りが。じゃあ、一旦後ろまず向いてもらって。向きます。はい、向いてますね。2人で。行きます。なんかないかな、目隠し。まあ、目隠しで。そうね、手隠しで。さあ、分かるのか。持てない重さ見てね。一応、大体2キロ刻みぐらいで5キロから40まであるということで。偶数ね、偶数。そう、OK。いいんじゃないですか？うん。じゃあ、僕、このままいきます。ちょっと待って。このままいきます。見えてません、前は。ちょっと待って、手どこ。いい、はい、ちょっと待って。さあ、果たして、わかるかな、わかるだろうか。え、待って、まず今どこ、これ、ね、腰痛めたね。あったあった。胸しっかり張って、ちょっと待って、張ってデッドリフトの感じでいけます、うん、さあ、持ち上げて、さあ、チャレンジいきましょう。3、2、1、GO。さあ、おちょっとなんかいろいろやってみて、普段のショルダーフライやる、フライされてる、ショルダーフライ、肩で飛ぶ、ね、なんかさ、結構どう？ちょっと僕も持っていきますよ。はいはい、はい、オッケー、ファイナルアンサー決まりました。はい、いいですよ。いや、どうした？14キロ。おお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 お
どうですか？正解は、くず、正解言っちゃう？いいですよ。全部まとめて言うか。いや、正解言っちゃうか。うん、正解、15キロ。おお、すげえ、すごい、マジすごい。マジですいや、これね、トレーニングしてるショットですから。すごい。誤差1キロ。これで分かる、これで分かるっていうね。マジ？これすごすぎるでしょ。大事なのはすごい。一番最初にやっちゃダメな人。うん、すごい。ケント君5歳1キロ。1キロ。イエーイ。ありがとうございました。じゃあジュンちゃん。ジュンちゃんどうしようか。どうする。どうしようかね。え？これでこう靴じゃダメですか？どっかいちゃう。え？これ同じ数字して。同じ数字して。超重たくする。これ行こう。ちょっと超重たくして。これ行こう。はい、じゃあ決まりました。はい、決まりました。決まりましたよ。超重たくして。見ないね。はい、今見てないです。はい、見てないです。はい、見てないよ。はい、見てないよ。ちょっとね、デッドリフトのちょっとちゃんとしっかりまあ、そう絶対重いやつや。そう腰ね。やらないよね。ちょっと片手で大丈夫ですか？片手でいける。いける？いける。まだいける。じゃあ、いきますよ。3、2、1、スタート。あれですか？あれ？ちょっと待って。いいですか？いいよ。もうなんか、普段ね、自分がやってるトレーニングとか意識して。じゃあ、ケント君の先のなんだっけ？サイドフライ。サイドフライか。サイドフライぐらい回っても回ってないから。ごめん。絶対20ない。ショルダーフライできるから、ね。ショルダーフライできるから、ね。できる。ってことは、自分より軽い。自分より軽い。余裕だね。あ、分かった。はい、いいでしょ。じゃあ行きましょう。ファイナルアンサー、OK？ OK？ それでは、行きましょう。じゃあ、じゅんさんの回答です。それでは、3、2、1、どうぞ。16キロ。正解は20キロでした。そう。はい、4キロ。嘘。4キロでございます。待って、10キロ伸びたかな。いや、20キロでショルダーぐらい。ショルダーぐらい。はい。では、チームメイトです。チームメイトですね。まだ1回目もしますよ。20キロは4キロ差。がマイナス4キロね。いや、でもなんかシン君分かりそうだからな。この人ね、トレーナーなんすよね、トレーナー以上にトレーナーなんすよね、思ったより。重り使わないからね。でも結構、どうするこれでいきましょう。あ、ちょっと軽めにいこうか。軽めにいこうか、うん、これぐらいね。いいんじゃない？うん、OK。ちょっと早めに決まりました、ね。OK、はい、決まりました。さあ、皆さん、先に答えを教えときます。これと、ちょっと下がってもらっていいですか？これです。OK。うん、これと、これね、オッケー。誰？皆さん正解知った上で見ましょう。オッケー。さあ、それでは皆さん、しんくん、オッケーね。あ、しんくんもうちょっとしゃがんで、今しんくんの状態見ましょう。はい、しんくん目隠しして。誰？さあ、それではしんさん、あ、もうちょっとデッドリフトの体勢作っていただいて。さあ、それでは行きましょう。3、2、1、スタート。おお、重いな。どう？え、めっちゃ重いよ。チームミットですよ。いや、こう、どう？いい。ワンハンドローね。ああ、それですかね。はい、ワンハンドローいきますよ。ワンハンドローができるってことは、じゃあ残り10秒。ワンハンドローができるってことは。3、2、1、スタート。32キロ。さあ、正解は、
27キロ超えました。ということで10キロ伸びてる。伸びてる。ということは全然伸びてるのよ。やばい、ケント君が今のところ強い。1位です。1位、2位、3位だね。3位。はい、じゃあ2発目。2回戦ある。2回戦ある。3回戦ある。3回戦。で、その合計の、あの、ちょっと自分シラフになっちゃったからお酒欲しいんだけど。もうちょっと後で投げるから、ちゃんと。よし。もうこれ2発でいいんじゃない？じゃあ2発でいっちゃうから。2発でいっちゃうから。2回戦目。どうすんだ？結構。やっぱ、分かる仕事があるから。ああ、いい、逆にね、いいかもしれない。高重量。高重量でいきましょう。あ、いいんじゃない？じゃあ、いきましょうか。はい。こうね。腰、はい、腰なんだよ、マジ。腰、マジ気をつけて。ちゃんと、ベルトいる？いらない。大丈夫。いきますよ。はい。待って。逆に怪我しそうだね。おなんだっけ、ショルダーフライ。ショルダーフライやばくない？今日一なんだけど。聞いたのに。今日一。そう。ショルダーフライ。ショルダーフライ。待って、もう一回。もう一回。それで。おかえり。おかえり。OK。あれ、これって何キロ刻みだったっけ？まあ、だいたい2キロずつぐらいだね。OK、うん、さあ、まだ何しよう。 OK、 決まりました。ファイブカウントでいきます。 OK、 さあ、子供さんは5 4 3 2 1、どうぞ。4キロ。おお、正解は5キロでした。やばいじゃん、これほぼ優勝。やばい。シンさんがさっきのが、僕がもう5キロ差が、5キロ差の、ね、マイナス5キロ。もう僕はもう優勝、あの、勝利確定です。ほぼ優勝確定です。はい、ってことは僕とシンさんの戦いっぽい感じが出てるってことですね。そう、4対5ね。OK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 
すごい楽しい。Thank you. OK。いいっすか？え、それあり？いや。これも。じゃあこれで。オッケー。これでいきたいと思います。いいっすか？いいっすよ。よしよし。メートし。アイスです。こう？はい。いくぞ。何か これね、みんなこれね。何キロ？これだよ、これ。これサイドフライすごいやりやすい。待って、何キロ？え、いいですか？どうぞ。え、じゃあ、3、2、2、1、どうぞ。え、これ、2キロ？さあ、正解はどうぞ。3キロでした。違うじゃん。さあここで皆さん、じゅんさんは誤差5です。で、しんくんは5ってことで、しんくんぴったり賞であればサドンデス、2人サドンデスになります。どれかな。さあ目隠ししましょう。目隠ししましょう。いや、これ絶対行きたいな。待って、これ行こう、これ行こう。全然気づかなかった。全然気づかなかったわ。じゅんさん、これこっち行こうか。こっち、オッケーオッケー。これ分かったのすごいな。さあ皆さん、続いて、皆さん続いてこちらです。さあこちらね、
さあ皆さん答え見せておきます。さあこちらこれね、意外とこれもね、これでいきましょうね。これでいこうか。オッケー、いきますよ。さあ C さん、おや、振り向いて手を私のところへ。さあそれでは皆さんいきましょう。新さんチャレンジスタート。もう違うんだよ、握りが違うんだよ。結構軽い。おお、おサイドフライは。さあシンキングタイム残り10秒。20はないね。おお、いいんじゃないですか。いいよ、いい線いってるよ。32 1さあフィニッシュです。さあ一旦もらいます。オッケー、それではシンさん、はい、行きましょう。3 2 1。 15キロのプレート。何キロ。正解は10キロ。ということはさあくっそ1ケント、2ジュンさん、3位シェーン。合計どれ。私2キロ。すごいね、ケント君すごいね。すごい。2キロ5? 5キロ。僕が10キロ。これが日本トップ2の実力です。皆さん、はい、2の、はい、いやでもなんか面白かったですねこれ。めっちゃ面白かった、これさ。なんかもっとなんかダンベルがたくさんあるなんかレンタルジムとかで、うん、もう一回やりましょうよ、ね、やったら面白いかな。お酒なしで、お酒なしで。今度ちょっとガチでやりましょう、やりましょう。はい、はい、ということでね、こういうちょっと面白い企画とかもね、はい、あのいろんな形でやっていきたいと思いますので、皆さん、チャンネル登録ね、グッドボタンよろしくよろしくお願いします。お願いいたします。はい、2人のチャンネルね、概要欄からチェックよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。